今度は違う生地で作り始めるの、はい、これも帯ですけど違う生地です。まあ、これとなんとなく似てるといえば似てるけど、みんなあの似てるんです。ただこれは松と鶴、これは松と鶴ね、はい、さっきのがね、これは今回はあのなんだっけ、包み、包みか、包みとお花、菊とボタンとおめでたいあのお花です。古い帯を解いて、これからあのまたバッグを作ります。これは全部裏もバッグと同じですが、これは別の生地を使って、めでたい赤の色を使って、裏地は赤色にする。はい、はい、赤地に赤色にします。大きさは同じ？大きさはだいたい帯の幅でいきますから。綺麗な花だね。綺麗です、ものすごいです。刺繍がもう全部これ金糸銀糸の糸で織っています。日本の技術を駆使した西陣織だね。京都の贅沢だよね、西織の帯を着て。そうです。ところがあのもう帯はもうこれ使わない帯なので、本当にあれです、もったいない生地です。本物の金糸銀糸で織ってます。いつ頃のやつなんだろうねこれね。昭和、そうだね、昭和初期、大正末期、うん、その頃だね。もう今は本当にもうないですね、こんな帯ね。貴重なものです。あとほら、お母さんのだったり、おばあちゃんのだったりするので、こうちっちゃい時見たことあるとかって言って、思い出にバッグに作り替えたりします。
すと全部金糸、金糸の糸が裏に入ります。きちっとここなりまして、例えば仮にこういうふうにして止めておく、まつる、うん、まつります。こうね、こうしてこういうふうにしてもいいですし、どうしたら素敵かなって考えるのも楽しいんです、ね。うん、そしたら例えばこういうのつけるとかね、うん、ね、こんなのでもいいし、いろいろ つけるものはあるんです。どれがいいかなって考えて、どっちもいいな、うん、こういう付け方も、あ、これもいいね、うん、こういう付け方もあるんです、うん、これもいいね、これもいいでしょ、うん、こうにしますかね。つけなくてもいいし、こんな感じだともっと素敵かな。